はい、どうもこみです。さて、本日はですね、こちら、美女と愉快な仲間たちさんにですね、お邪魔しております。で、なんでかっていうとですね、本日、こちらのクランさんがですね、ついに、対戦600勝に王手ということでね、この日を狙って皆さん、その、このクランの、メンバーの皆さんで、ね、こう、友好のある方々が集まって、みんなでね、50人集まって、お祝い、勝利、対戦をやろうというね、ことでやってるんですけども、お祝い勝利対戦なんだまあ要するに600勝の節目をみんなで、一緒に対戦やって勝ち取ろうと、まあそういうことですね、やってるんですけども、これすごいよね。本当にもうしっかりこの日に、もう1ヶ月ぐらい前からこの日だろうっていうことで人を集めていて、そこにきっちりとこの599章を持ってくる。別に、599になってから、ちょっと待ってとかじゃないんですよ。本当ね、この前の一戦で599になって、で、今600を、まあ、取ろうとするっていう、このもう完璧なスケジューリング、やばいなっていう感じですよね。本当に。でも、これで多分勝てるんじゃないかな、もう。さすがに。かなりやっぱり今優勢ですね。半分攻め終わってこんな感じなんで、もうおそらくいけるだろうと思うんですが、まあ、この勝負を決めている一つの大きな要因に、食い火があるんですね。まあ、今回ちょっとね、それを見ていこうというふうに思います。で、まず1本目、今日合計4本見てほしいんですけども、2本がうまいやつ。で、3本がうまいやつか。で、1本がダメなやつですね。ちなみにダメなの僕です。やっちまったんですよ。またね。で、ジョーカーさんがね、クイヒーラバルにハマってて、で、最初始めたばっかの頃って、2ヶ月ぐらい前だったかな、だいぶやっぱりうまくいかなくて苦戦してたんですけども、もうそれを徹底的にやっぱり練習仕込んで、今ね、このジョーカーさんのクイヒーラバルが本当にレベルがやばいんですね。どういう風に、このクイヒー、やっていくかっていうと、まず、クイヒーっていうのは、防衛施設をちゃんと削らないと、あんまり意味がないんですよね。要するにこういうストレージ系とか、なんだ、弊社とか、いくら削ってもあんまり、まあ大したことにはならないので、しっかり防衛を削るんですけども、この削り方がすごくって、今、こっからスタートしましたね、こういう風に。で、こう入れていくんですね。もう完璧なルート。こうすることによって、ここ、クロスからイーグルから投石から防衛軍まで、全部食い火取ってくるんですよ。すごいですよね、本当に。いや、よくやるわっていう感じよ。特にこの状況さ、イーグル砲のダメージ食らいながら、レイジをかけてアーチャークイーン延命しつつ、ポイズンフリーズでスーパーガーゴーリを潰すみたいなね。こんなこと普通やらねえよっていう感じじゃないですかね、本当に。で、最終的にはここ、ま、一直線のこうルートを作って、そこに、バルーンを流し込んでいくという格好ですね。まあ、終着点が、タウンホールになってるんで、まあ、この攻めワンチャン、星1のリスクも当然あります。なんですが、そこをちゃんとケアするために持っていってるのがこの突撃艦。ロイヤルチャンピオンを、スニゴブでこれですね、倒すために、本文を先に入っちゃったんですけども、まあ、バルーンが通ってるルートの後ろから、こんな風に突撃艦を当てるということで、突撃艦がちゃんとホーミングを食らわずにタウンホールに、到達するような、ケアをしているというところで、まあ、星に安定プランになっているということと、あとちゃんとですね、最後、このバルーンたちに、バルーンというか、まあ、突撃艦かな、のドラゴンバルーンがタウンホールを壊せるようにフリーズを1個残しているっていうところが、うまいですよね。それがちゃんとできているので、今回、このアタックしっかりと、ドラゴンとバルーンがタウンホールを壊してくれて、問題なくこのまま押し切るという格好になります。まあ、問題なくと言いながら、バルーンは最終的には全部落ちちゃったんですけども、もう今回のこのですね、クイヒーのアドバンテージがあまりにも大きいので、バルーンパートも当然うまかったと思うんですが、もうそこでもう勝負ありかなっていう感じですよね、そのクイヒーパートで。で、まあ、これだけじゃちょっと、何なんだろうっていう感じになっちゃうと思うんで、ちょっともう一回だけ見ていきたいと思います。クイヒーだけですね。クイヒーに注目していきましょう。まず、シングルインフェルノがあるので、これをちゃんと破壊しておかないと、クイヒーがどうしてもここで捕まって、だいぶ呪文使わせちゃったりしますのでね。そこに対してロイヤルチャンピオンを当てていって、これですね、インビジを使ってちゃんとケアしていくと、倒していくという感じですね。応援軍連れないところでこれやってるので、ロイちゃんは必ずこのシングルインフェルノは潰してくれるだろうということで期待をしてますね。アーチャークイーンそのまま、歩かせていきます。こういう風にですね。さっきも言ったように、いかに防衛援軍を潰すかっていうところが重要になってくるんで、そのためのカットを、ここですね。に関してはベビードラゴンを当てていって、こっちに関しては、ニゴブを当てるという感じで誘導をしていきます。
で、これうまい人のやっぱりラバルって、あ、クイヒって何がうまいかっていうと、今レイジの打ったタイミング見ました。アーチャークイーンの体力がグリーンの状態でレイジ打つんですね。これってユータさん、クイーンオーカースのユータさんも見ててもそうなんですけど、赤くなる前に打つんですよ。でそうしないと今もう1回かな、2回アーチャークイーンの攻撃が入ってから、アーチャークイーン VS アーチャークイーンの場面ですね、レイジを打っていると、これ押し切られちゃうんですよね、アーチャークイーンに。でもグリーンの状態で打つことによって押し切られず、アーチャークイーンレベル75のアーチャークイーンの体力のマックス、3600、700、その体力がバッファーになってくれている間に相手のアーチャークイーンを潰すというような形でやっていっていますよね。なのでこれもそう、ほらグリーンの状態で打ってるんですよ。でこの後赤になるんですけど、これ赤になってから打ったらもう確実にクロークを吐かされちゃうじゃないですか。そこをちゃんとグリーンの状態で高体力になるなというのを読んでおいて、レイジを打てるかどうか、これが本当今の環境でアーチャークイーン、クイヒ使えるかどうかのものすごい肝になるかなと思います。で、おそらくですけども、それができるようになるためにはもう練習しかないのかなっていうところですね。火力を読み違えたらレイジが無駄になっちゃうけども、打ち損ってしまうとアーチャークイーンやられちゃうんで、そこの、やっぱり見極めっていうのは、もう、これはもう練習以外で、なんかできるようになる方法は正直わかんないですね。ライブジョーカーさんも練習しましたよ。本当に。ブレちゃんめちゃくちゃこまめにやって、だからこそのこの磨き上げられた、クイヒが今ね、こう見ることができてるのかなっていう気がするんですけども。ですね、もう一本はこれですね。セブンスターさん見ていきましょう。テンプル的な村の形になってます。これクイヒラバルで同じように取っていきます。どんな風にいくかっていうと、アーチャークイーンをやっぱこの通路に流すんですね。ここから。ずっと流してこういう風にぐるっと回していくんですが、回す過程において、やっぱこれ、投石機が壊せたり、クロスボウ、ロイちゃんだったり、あとエアスイーパー殴れて、イーグルも殴れるという感じで、このやっぱルートにアーチャークイーンがちゃんと入って、そのまま行ってくれさえすれば、もうだいぶアドバンテージが大きいのはわかりますし、これもやっぱセブンスターさん上手いですね。この序盤のこの場面で、緑ゲージのままアーチャークイーンに、レイジをかける。やっぱりこれね、クロスボウと、あとアーチャークイーンの塔、あと、アーチャ塔か。アチャクの塔じゃねえわにダメージ受けちゃうと、どうしてもやっぱり削り切られちゃうんですよね。でもそれを削り切らせない、このタイミングのいい、そのやっぱレイジの使い方っていうのがもう本当にうまいなっていうふうに思いました。ここから先はこれウッドランチャーを入れていって、タウンホールを狙っていきます。タウンホールを狙うことによって、これアチャクインギリギリ届くは届くんですけども、火力が集中しているところになってしまうので、そこをあらかじめ潰しておくということと、まあ、潰しおくは言い過ぎですね。なんていうの、その削っておくことによって、アーチャークイーンが、スムーズにこのタウンホールを壊せるようにしておくという感じですね。で、これもそう、インビジの呪文が使うタイミングっていうのも、これね、赤ゲージになってから使ったじゃ間に合わないんですよ。これもほら、グリーンゲージの状態で、しっかりレイジをかけてからポイズン。今、これ結構削られてるじゃないですか。これ、レッドゲージでこれやっちゃうとやられちゃうので、そこがね、マジでうまいなっていう感じが本当します。これうまい、本当にうまい。このまま一気にタウンホールも破壊していく。いやーすごいですよね。グリーンゲージの状態でのレイジ。で、やっぱりそうなってくると、アーチャークイーンがクロークも残せるんで、こう最後、あともう一、決まりしてくれっていうところで、こうクロークを発動して、相手の援軍まで潰して、もう一仕事アーチャークイーンがしてきます。ね、これもすごいですね。でも序盤クロークうっかり吐かされてしまって、レイジクロークの状態を作らされてたりなんかしちゃうと、今この場でアーチャークイーンが落ちてしまうんですけども、残ることによって見てこれ、アーチャークイーン対アーチャークイーン、これ相打ちまで持ち込んでここで倒れるっていう感じです。これストライカー持ってきてはいるんですけども、今回のはここの、上側ここのアーチャークイーン、これに関しては、ストライカーを当ててる余裕がなかったと思うので、これ、アーチャークイーンで潰せなかったら、おそらく、前回までいかなかったと思うんですよね。なんだけども、そこをしっかりとアーチャークイーンで潰せるまでの、体力管理ができているっていうのがめちゃくちゃ良かったですね、この攻め。セブンスターさん。タバコ好きなんですかね。セブンスターって言うと僕は、なんとなくタバコのセブンスターを思い浮かべるんですけども、ちなみに僕は禁煙者ですね。タバコはすいません。友達がね、結構よく捨てたんでっていうだけの話ですね。いや、お見事ですね。バルーンの数が大量に残っての前回、非常に重かったですね、これ。すごかった。テンプレ的な、まあ、村とはいえども、こういう風にしっかりとクイヒーを回していく、その技術っていうのは、そのテンプレを攻めるかどうかとか、全然そういう問題ではなくて、ちゃんと体力管理ができる先を読めるか、もうそこら辺の、本当にもう、腕の見せ所の勝負ですよね。いや、セブンスターさんのこのアタックも上手かったですね。上手い人の本当クイヒーって、体力管理がちゃんとできてるんで、レッドゲージでの、
レイジがないっていうのがね、本当にやっぱり、特徴なのかなというふうに思いますよね。さて、海将さんのアタック見ていきましょう。これね、残念ながら方針2なんですよ。時間切れなんですよね。でも、このアタックもやっぱりうまいんですよ。もう一個、体力管理プラス大事なことっていうのはサイドカットですね。このアーチャークイーンのためのサイドカット、これビビドラ2体使ってるの結構贅沢に見えるんじゃないかなって思うんですよ。よくやるのは、この辺のからアーチャークイーンを歩かせていって、ここにこう入れていく。そのためにここのカットはしっかりするみたいな言葉をやるんですけども、両側しっかりベビで削る。で、こういうですね、サイドカットに、なんていうの、まあ、サイドカットを蹴散らないっていうのがすごく重要かなという気がします。で、今回のケースで言うとですね、これやっぱり赤ゲージになってきちゃうんですね。このタイミング、赤になる直前ぐらいでレイジを打ったんで、このままクロスボウ2本のダメージ。で、今これダメージ拮抗してるじゃないですか。アーチャークイーンの体力と、あと、ダメージが。でそこの拮抗してる状態がレイジを使って拮抗してるっていうことは使われてなかったら死んでるんですよね、多分。ここで終わっちゃってるんで。しっかりと相手の体力を削られるゾーンに入る前にレイジを打っておく。やっぱりこれが上手い人はね、ちゃんとできてるんですよね。マジで。やっぱそこら辺が上手かどうかのおそらく境目になってくると思うんで、アーチャークイーンをどこを歩かせて、防衛を壊させるかっていう、その歩かせるゾーンと、そこ当然火力が高くなるんで、防衛を壊すための、その効果力ゾーンを乗り切るために、緑ゲージでレイジを打つ。この二つ、これがやっぱりできることが前提として、あとはサイドカットを上手にしながら誘導していくということですね。サイドカットを蹴散るなと、まあ、いうところなのかなというふうに思います。これね、おそらくなんですけども、アタックとしては、このインフェルノ、これを倒した後に、スーパーボールブレイカーですね、もう一本投げていって、この辺を壊したかったんじゃないのかな。で、そのまま、アーチャークイーンをここに入れたかったっていうパターンなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。多分この辺、でも難しいのかな、どうだろう。多分ここから、スーパーウォールブレイカー出せば、この辺にこう、リーチしてくれて、そのままこう入っていけたんじゃないかなと思うんだけど、防衛軍とかですね、だいぶ、相手のアーチャークイーンとかクロスボウに打たれて、忙しくなっちゃったんで、おそらく出すタイミングを、いしちゃって、なんじゃないのかな。海将さん惜しかったですけどね。これ空飛の働きは本当によくって、今はまだこれ空飛が生きてるじゃないですか。こうやってこれなんですよね。最後で空飛が生き残れるかどうかっていうところが本当に空飛をやる上ではすごく重要なポイントになってくると思うので、それができてる時点でも海将さんすごくうまいし、本当にね、ちょっとしたところで多分時間切れの全開になってしまったっていうことで、ご本人だいぶ悔しかったんじゃないかなと思うんですけども、空飛パートの誘導と体力管理、やっぱりお見事でしたよね。ナイスアタックでした。 98% かな。本当もう時間だけっていう感じ。もうこれはね、あともう、10秒ぐらいあったら全然いけましたよね。惜しかった。5秒でもいけたかな。すいません、もう1本あった。総計さんのセミですね。合計今日5本です。ちょっと最初4本って言ったのを訂正しますけども、いや、総計さんのね、この食い紐すげえうまい。これクロスボウがここに対地があって、まあ対空というかな、空陸のがあって、だいぶ厳しいとこから食い紐を突っ込ましていくんですけども、こんな感じ入れていくんですね、食い紐を。なんだけども、このクイーンの仕事と体力ぜひ見ておいてほしいですね。めちゃくちゃすごいから、本当に。まずスーパーウォールブレイカーで壁を開けていきます。この壁に入った瞬間にアーチャークイーンの体力がガリガリ削られていくんですけど、これ体力まだほぼ全開じゃないですか。ほぼほぼ全開状態なんだけども、これレイジを打つ判断するんですね。しかもちょっと前めに、でこれにしっかりとヒーラーが乗っかって、アーチャークイーンが緑ゲージのまま進んでいく。これクロスボウ2本を相手にしてるじゃないですか。これ絶対にレイジなかったらもう体力がゴリゴリ削れてっちゃうんですけども、そこのケアをしてるんですよね。めちゃくちゃうまいなっていう感じです。で、クエイクを打って中央タウンホールまでアーチャークイーンで見ながらサイドカットを兼ねたこの主力のイエティボーラー、これはやばすぎだろって思ったね、正直。このさ、サイドカットプラスの本体ユニット投入でタウンホールに向けてちゃんとクイーン流し込んでいくっていうこのプランで、ここもレイジがちゃんと先目に入ってるんですよ。そこにアーチャークイーン、ヒーラーが乗っかっていて、トームもかかって、完璧にこの高火力部隊、高火力ゾーンっていうのを貫通していってます。で、アーチャークイーン未だに体力満タン状態ですね。
でもここから、ヒーラーがだん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 イエティの方に走っていくので、アーチャークイーン体力厳しくはなってくるんですけども、いやそれでもやっぱりレイジに乗っかってる、これほら、ヒーラーが全然体力を回復してくれるんで、まあ、ここは多分レイジャー、イエティとかを意識したレイジャーと思うんですけども、やっぱり序盤のあれですよね、クイヒーパートに対するレイジの打ち方っていうのが本当に上手くて、アーチャークイーンの体力がそのままずっと緑をキープしたまま、最終盤まで、突っ込んでこれているというところで、ギリギリ体力を残して投石機をクリアで、そこまでクロークを残せてたからこそ、今これインフェルノまでちゃんとアタックしていって体力を削っていくことができましたね。でアーチャークイーンが中でこんだけいい働きをすると、外周にいるもうロイヤルチャンピオンが生き生きしちゃうんですよね。もう生き生きしちゃってて、もうこの状態でホーミングシールド残したまんま、最後の角に突っ込んでいくという感じですね。ホグライダーが前衛にいるので、それが盾になってくれて、で、ロイヤルチャンピオンなお体力を、温存することができるということで、こんな感じ、すーごいユニットの数を残して、全開ということになります。マーチャークイーンってやっぱ全ユニットの中で一番体力が高いので、攻撃力が高いので、こいつがいかに長生きするかっていうところがすごく肝になると思うんですけども、無駄に体力を減らさせないためにも、序盤にちゃんと、レイジを早め早めに打っていくっていうことが、総計算完璧に今できてましたね。すごかった。まあ、これから見てもらう僕のアタックは、これと正反対なんで、本当に、ここまで言ってから見せるのマジで恥ずかしいんですけども、まあちょっと見てもらいましょうか。さて、ではですね、自分の攻めを見てもらいましょう。これ、これです。いや、一応全開なんだけどさ、これ、相手の防衛力の低さにもう救われたと言わざるを得ないよね、これ、っていう感じで。ちょっと見て。本当にひどいから。突撃艦インビジ、インビジじゃない、突撃艦スパビズインビジを使ってるんですね。まあ、こんだけさ、固まってりゃ、そりゃ、ね、これが刺さるんだから、アドバンテージは取れるわけですよ。取れるわけなんだけど、そっから先が下手くそすぎるっていう話で。こっから食い火出すね。こっから食い火出します。見ててください。まず相手のアーチャークイーン時代は、バブリアンキングとアーチャークイーンを当てていきます。体力まだグリーンですね。ここまではまあいい。で、スパビズが来ますね。クロスボウが来ますね。で、ガンガン撃たれてます。テスラも来ますね。はい、これ、わかる？わかりました、今の。どこで何をしなきゃいけなかったかっていうのをちょっともう一回見てみると、こういうこともしちゃダメなんですよ。こういう欲張るような攻めをする人には、クイヒっていう戦術はおそらく向かないと思うんですね。なんでやめた方がいいんじゃないかなっていうふうに自分自身思うんだけども、ほんと僕結構ね、欲張りな性格でね、ダメなんですよね。欲を張っては失敗するんですよ。もうそう、何をしてもそう。今まで欲を出してうまくいった試しがないんだけども治らないんだよね。これ本当に何なんだろう。バーバリアンキングとアーチャークイーンを当てていきます。で、ここで、ちょっとね、手元が遅くなってしまって、バルーンからのヒーラー。これ本当はまずバルーンから出して、アーチャークイーンヒーラーの順番ですよね。このパターンだったら。で、ここ。で、これ今のこの状態で、クロスボウのダメージプラス、スーパーガーゴイルがいるので、もうここで、レイジの呪文を一発撃っとくべきですね。この状態になったら。アシャトもここにあるじゃないですか、一個。あるんで、この辺のゾーンに入り込んでいくんだったら撃つべきなんですけども、撃たなかったせいでこんな感じ。ほら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 。ほらほらほら。ほら。ほら。もう手遅れなんですよ。わずか3秒の出来事。だからこういう風に火力をちゃんと読めないと、ダメなんですね。結果的に全部ユニットが、無駄になってしまう。今のこの段階でアーチャークイーンにレイジ打てておけば、もうこの辺は全部アーチャークイーンが壊してくれて、もう余裕の全開になったんでしょうけど、まあ一応ここからね、序盤の突撃艦パートのアドバンテージがだいぶ大きかったんで、もうそれに救われてなんとかなったっちゃなんとかなったんですね。アーチャークイーンの代わりにディガーを出して、まあディガヒーの形を作って中心部をえぐっていって、まあ上方面から、ホグ、ロイちゃんか、やっていく。まあこの感じの無駄だったら、まあ鉄板的な攻め方になるのかな。中心部に巨爆がいっぱいあったんで、まあ、こいつらをね、ホグが踏まなかったっていう点で結構助かったっちゃ助かりましたかね。まあでもそれぐらいですよ。ほんとそれぐらい。まあひどい攻めでした。まあ、ギリギリでしたね。まあこれ見てもしょうがないので、この辺にしときましょう。まあ一応諦めずに頑張ったところに関しては、ちょっと褒めてもらえたら嬉しいです。そんな感じかな。はい、というところでですね、本日お伝えしたかったのは、クイヒーのポイント3つです。1つは、火力を読む。で、赤ゲージになる前に、ちゃんとレイジを使いましょう、というのが1点。あとは、
歩かせるルートですね。いくらストレージ用はそのエリクサータンクとか金庫とかポンプとか、兵舎とか削ってもこれあんまり意味がないので、しっかりと防衛援軍を削っていくことを意識する。まあ、当然そうすると体力管理が難しくなるんですね。霊場を使うタイミングがすごく難しくなるんで、さっきの1個目が効いてくるわけなんですけども、これも両立しないと、大体主力がやられるか時間切れになります。どっちかになるんで、絶対ここは気をつけた方がいいですね。無駄な施設をアーチャークイーンに殴らせない。これすごく重要です。で、そうするためのサイドカット。ユニットを下手に押しまずに、ちゃんと狙ったルートに通せるような分のユニットはそこに咲きましょうというですね、この3つ意識しながら、不意やってもらうと、おそらくうまくいくんじゃないのかなと。いうふうに思います。まあ、自分も結構昔クイヒーだいぶやってたんですけどね、その頃っていうのはやっぱ緑系種の体力管理ができてました。なんですが、今最近はちょっと、防衛の火力の方が上がってきていて、でそこに対してちょっとね、自分の欲張りな性格もありタイミングを逸する機会がだんだん増えてきております。まあ、なんだけどもね、無理はしすぎないっていうのがやっぱりクイヒー使う上ではすごく重要になってくるんで、そこら辺の行き地っていうのかな、自分の我慢どこまで我慢できるかっていうその見極めの、深さをこうね、より磨いていくみたいな練習っていうのもしていくと、おそらく、より研ぎ澄まされるかなというところで、本日こんな感じで終わりにしますけども、美女と愉快な仲間たちさん、おそらくこのまま600章いくんじゃないかと思います。600章おめでとうございます。結構すごいことですね、600章って。で、そういう機会にですね、こう呼んでもらえたこと本当に嬉しく思いますし、まあ、これからも、今回集まってるメンバーとまた楽しくクラクラやっていきたいなというふうに思っておりますので、今後もよろしくお願いいたします。というところで、本日の動画参考になりましたよということであれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、ダッフル13、12、11と幅広くですね、やってまいりますので、これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。では本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。